ガストルニスメは絶滅した地上性のキジカモ類の目の一つ。北アメリカ大陸とユーラシア大陸から化石が発見されており、オーストラリア大陸にも分布していた可能性がある。ガストルニスカはかつて長きにわたってツルメに分類されていたが、既存のツルメが不自然な分類群であるという意見が出るようになり、1980年代後半にガストルニスカの類縁関係についての 系統学的解析が初めて行われ、カモメに禁煙であることが判明した。ガストルニスとカモメの水鳥の明白な禁煙性を解明し、カモメそのものに分類する研究者もおり、原生種からなるグループのみをカモメと定義して、禁煙なぜ滅腫を含む、さらに大規模な分類群アンサーモルフォーを設置する研究者もいる。本校ではこの立場に従っている。ガストルニス目は、 単型の分類群と考えられているが、巨大な課金の進化と、系統発生に関するワージーラの2017年の論文では、ドロモルニスカがガストルニスカの姉妹群であることを示唆する、系統発生学的根拠が示されている。ドロモルニスカも巨大な、飛べない鳥のトガであり、叫び鳥カにを近縁なカモメの姉妹群として分類されている。この分類を支持するために、 同論文では、新たな系統樹が用意され、カストルニス目は縮めの基盤に位置すると記述されている。以下に、単純化されたクラドグラムを示す。ありがとうございます。